荻野説もしくは、荻野学説とは、産婦人会の荻野の旧作が1924年に発表した月経周期における排卵期と受胎期についての学説である。排卵が、次回予定月経開始日前の14プラスマイナスに、亀に起こることが多いとするもので、すなわち人の応対の寿命は、約14プラスマイナスに日間であるとした。また、ドイツのヘルマンクナウスとおぎが、 それぞれ別々に発表した学説であることから、小木のイコールクナウス学説とも呼ばれる。小木の旧作1924年、小木のは、日本婦人科学会雑誌上、排卵の時期、応体と子宮粘膜の周期的変化との関係、子宮粘膜の周期的変化の周期及び、受胎日についてと題して発表された、学会検証当選論文において、排卵の時期が、 先行月経とは、関連がなく、月経周期の長短とも無関係に、婦人の排卵は、時期予定月経開始の前日から逆算して、第12から16日の5日間内に起こる。また、次回予定月経前の12から19日の8日間は、受胎期である。という新説を発表した。成熟した正常婦人では、月経周期のほぼ中間に排卵が起こる。 1911年から排卵時期についての研究が盛んに行われているが月経期以外に排卵が起こる点でしか意見が一致しておらず正確な排卵日については1924年までは定説がなかった。小木の説が立てられるまでは研究者が月経から排卵日までの日数に規則性を見出そうと努力していた。しかし小木のは 排卵から次に月経が起きるまでの日数こそ一定範囲内の日数にあるのであり、月経周期の日数によって月経から排卵までの日数も前後するとした。1913年にはドイツのシュレーダーが統計結果から28日型の周期の人の場合、排卵は月経1日目から数えて14から16日の3日間に起こる場合が多いという。 排卵の効率時期説を発表している。これは、シュレーダー説もしくは、シュレーダー学説と呼ばれ、1920年代初頭まで信頼されていた。しかし、ある時期に起きた排卵は、次の月経とは大いに関係があるものの、以前に起こった月経がその後の排卵を決定することはないため、シュレーダー説は先行の月経から排卵期を予測するものであった。 それに対し、オギの説は、当時からすでに内分泌学的に現在解明されている、応体の寿命とそれによる、ホルモン分泌の正体について見抜き、排卵期を次の予定月経から逆算して予測する、限定説を採用しているため、シュレーダー学説に優越するほど、画期的かつ合理的なものとなった。この学説は、当初は反論も多かったが、 従来の諸説と比較すれば非常に合理的で、現在に至っては国際的に広く認められており、女性の生理についての理解や妊娠、否認などの科学的根拠を与えている。また、妊娠、受体調節などに応用されており、この学説を利用した否認法を起の式あるいは、周期法、定期禁欲法などと呼ぶ。これは、 次回予定月経開始日の前日から逆算して11から19日目の8日間は、禁欲を行う、または否認用の器具や薬品等を使用する方法である。小木の式受体調節とは、前日の5日に、子宮内生子が生存可能な3日を加えた合計8日間を避妊するというものである。小木の説は、後に学問が、より進歩すると妥当なものだと裏付けされ、 三婦人科学上の画期的な業績となった。1930年、ドイツ語で、排卵日と受体日という論文が紹介されると、学説は正当に評価され、国際的に注目されるようになった。これは、学説を受体調節に応用した、前述のオギノ式受体調節のリズム法として知られる。外国では、ドイツのヘルマンクナウスとオギノが、 それぞれ別々に発表した学説であることから、小木のクナウス説としても紹介されているが、クナウスが1929年に発表した、論文、ハイランビ決定の新方式は、先行の月経から順算するという点では、シュレーダー説と同じである。ありがとうございます。